こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新を学ぶの音声を取っていきたいと思います。テキストはですね、中高文庫の日本の歴史の19巻ですね。開国と攘夷、まあ面白い本なんでぜひ買っていただければと思います。貿易を迫るハリス。ハリス下田に来たる。伊豆半島の南端下田港は古くから良港として知られており、それだけに和親条約ではここが開港された。今では温泉が引かれ、電車が開通し、そこを訪れる観光客は年々多くなっているが、そこでは東尋沖地が客寄せの一枚看板となっている。沖地といえばすぐ思い出す名前が、金四郎さんの駐日アメリカ総領事ハリスである。金四郎とはコンスル領事がなまったものである。安政3年1856年7月、ハリスは軍艦サン・ジャシント号に乗って下田にやってきた。このハリスの突然の訪れに下田奉行は大いに驚いた。というのは、日米和親条約の第11条に、米国管理の駐在規定があって、その条約文中に、両国政府において読んどころのないことがあった場合、模様によりとあるのを、日本側が両国が駐在を必要と認め、交渉を行った上で駐在を決めるというふうに考えていたからである。この日本文は曖昧であるが、英文でははっきりと、Provided that either of the two governments deem such arrangement necessary、両国政府のうち一国がこれを必要と認めた場合とある。結局問題は幕府に上申されたが、幕府としてもその駐在を認めるより仕方がなかった。下田郊外の柿崎にある玉泉寺が宿舎となり、8月5日ハリスはそこに領事館旗正常旗を翻したということです。日米和親条約では、両国政府において読んどころないことがあった場合模様により、駐在する場合があるって書いてあったと。だから日本側が、アメリカと両国が駐在を、の必要を認めて、交渉を行った上で駐在所っていうか領事館を送っていうことだと思ってたんですけども、英文で読むと明らかに、両政府のうち一国が、領事館を必要と認めた場合、もう領事館を設置できるってことになってたんですね。だからもう急にハリスがやってきてですね、軍艦に乗ってやってきて、1854年、56年ですね、領事館を作っちゃったんですね。続きです。その日の心境、ハリスは日記に次のように記している。1856年9月4日、安政3年8月5日、木曜日、興奮と蚊のため非常にわずかしか眠れなかった。蚊は大変大きい。午前7時に水兵たちが旗竿を立てに上陸した。荒い仕事、はかどらぬ作業、冤罪が倒れて横桁が折れる。幸い誰にも怪我はない。とうとう艦から加勢を受ける。旗竿が立った。水兵たちがそれをめぐって和型を作る。そしてその日の午後2時半に、この帝国におけるこれまでの最初の領事旗を私は掲揚する。厳粛な反省、変化の前兆、疑いもなく新しい時代が始まる。あえて問う。日本の真の幸福になるだろうか。坂田誠一氏役以下も同じ。ということです。まあ、ハリスがですね、船から降りて、旗竿を立てたんですね、正常旗を。で、疑いもなく、この国に新しい時代が始まると。まあ、一応、日本は真の幸福になるだろうかっていうんですね。だから、日本の幸福、必ずペリーもそうですけど、日本の未来のため、日本の幸福のためにやってるっていう意識があるんですね、このアメリカの人たちは。これはね、ロシア人とかにはあんまりない感じですけどね。なんか必ず教育的に指導してやって、模範を垂れてやろうっていうですね、アメリカの、なんですか、マニフェストデスティニーがですね、の意識がありますね。今も、今もあるんでしょうけどね。だからまあ、
あなたのためを思ってってことなんですね。日本人のためを思って我々はやってますと。まあ、そこに嘘偽りはないと。ニヤッと笑うってことですね。で、我々は真意が読めないですけどね。アメリカ人の真意っていうのはね。さあ、そうですかとしか言いようはないですからね。お前嘘ついてるだろ。お前らのためだろとは言えないですよね。この頃からそうだってことですね。続きです。まあ、このハリスっていう人は立派な人ですけどね。岩波文庫にハリスの日記、3巻、全3巻で出てます。私も一応古本で下巻だけ買いましたけど、まあ読んでないですけどね。まあ時間があればまた読んでご紹介したいですけども。続きです。ハリスは早くからニューヨークで東洋貿易を行っており、また貨物船の船主となって太平洋、インド洋を乗り回した経験を持ち、さらに安政元年には中国の寧波駐在領事になった。しかしこれでは満足できず、ニューヨークに帰って、奔走した結果、日本駐在領事館コンスルジェネラルに任命された。総領事とは領事より一段格が上であり、後にハリスは総領事から公使に昇格する。日本に来た時彼は53歳で、来日の途中シャムによって通商条約を結んでいる。ハリスは通訳官としてヒュースケンを連れてきた。ヒュースケンはオランダ商人の家に生まれ、21歳の時アメリカに移住しようと決心しニューヨークに渡ったが、たまたまハリスが初期兼通訳を求めているのを知り、これに応募して採用された。日本に来た時は25歳、血気に満ちた青年であったということです。まあ、通訳として、ヒュースケンって人連れてきたということですね。まあ、ハリスはもともと、中国の寧波の駐在領事だったと。だけど、出生意識がありまして、日本の公使にまでなったということですね。ヒュースケンって人は、まだ21歳。まあ、この人は後で殺されちゃうんですけどね。なんか、刀で。ということです。まあ、その話は後で出てきます。続きです。日本人の語学力。当時の日本人の理解できる外国語はオランダ語に限られていったと言ってよい。だからハリスはオランダ出身のヒュースケンを採用したのであろう。ところが当時の日本人の語学力はどの程度のものだったのだろうか。長崎にはオランダ通事、まあ、オランダ通事って通訳ですね。日本のオランダ通訳官、オランダ通事がいて、それらの人々はオランダ語を話したり読んだりできた。もっともハリスは日本人のオランダ語の知識は不正確である。彼らの知っているオランダ語は貿易業者や水夫の話すような言葉であり、そのオランダ語は250年前のものであるばかりではなく、主題も上記の範囲に限られている。それであるから抽象的な観念を彼らに理解させることは甚だ困難であると、かなり辛い点をつけている。抽象的な観念を彼らに理解させることは甚だ困難である。これは、未だにそうですからね。抽象的な理性とか言われたってなんだかわかんないですしね。抽象的な観念、分かってないですね。まあ、この頃は、まあ、オランダと出島を通してしか、付き合いをしてないから、まあ、貿易用の言葉しか使ってないと。なんか、ヒップホップの歌詞に出てくるスラングはよく知ってるけど、ちょっと込み入った抽象的な内容、法律とかですよ、哲学的な内容で話すと、わかんなくなると。まあ、例えばルールって言葉ありますね。ルールって言葉は、まあ、動詞で支配するっていう意味なんですけど、ルールって、日本人も未だにルールを守れとか、ルールとか言いますけど、ルールってのは何なのかっていうのはよくわかんないですね。でもね、なぜわかんないかというと、キリスト教徒じゃないからだっていうのは僕の結論なんですけども、まあ契約とかですよ。目に見えないものを抽象的な観念は、難しいんですね、理解するのは。まあ、一番難しいのは愛ですね。隣人愛って何かわかんないですからね。まあ、一番、そうか、隣人愛もわかんないけど、神っていう概念がわかんないですよね。神っていう観念が、目に見えるもんじゃないから、神ってものはあると。あるといるって、まあ拝んではいますけど、神社仏閣に、神や仏を祀ってはいるんですけども、その神と自分との関係で出てくる問題ですね。
神との契約とかですよ。モーゼの実戒みたいなものとか、あとは隣人愛ですね。まあ、理性、神が人間に与えた理性とかですね、善悪とか、そういうのはね、難しいですね。だから、ハリスもそれを教えるのが大変だったってことですね。だから語学力は、今もそうなんですね。小学校5年生から英語をやらせるのは、まあ僕はいいと思うんですけど、まあ、英語をやったからって抽象的なことがわかるかっていうと、わかんないですね。まあでも日本人って数学は結構できるんですね。ってことは抽象的な思考能力はあるし、数学の力で言えば国際的に通用する能力がある。だからある程度数学をやらせないと抽象的な思考っていうのはできないんですね。で、神って何かって、じゃあ X って置き換えるとか、そういうふうに考えて、もろもろの関係を見ていくとかいう訓練として数学は役に立ちますよ。まあ、神学の端ためといえば哲学とか数学だと思うんですね。まあ、ヨーロッパの学問って、その、サイエンスとティオロジーっていうんですかね、神学と科学が一応対立してるっていうふうに考えるそうなんですね。それは私、車輪の、ヘルマン・ヘッツの車輪の下の読書会やって、その冒頭で、図を使って説明してるんですけども、まあそちら聞いていただければ、結構、車輪の下の音声、評判が良くて、とっても勉強になりましたと、感想いただくんですね。これなんて言ったっけ、ハンスだったっけ、なんかね、主人公の男の子が進学校に通って、すごいヘブライ語とラテン語とですよ、ギリシア語を勉強するんですね。で、なんか、まあ、とにかく、教会の司祭だか、牧師だかになるっていう話なんですよ。で、まあ、ついていけなくてドロップアウトするっていう話なんですけど、まあ、統合経費になっちゃうんですね。そういう話なんですよ。で、もう子供の頃から、そのラテン語とかギリシア語をガンガン詰め込むと、数学もガンガン詰め込んで、とにかく抽象的なことを考えさせる力をですね、もう詰め込みでやるんですね。だから日本の受験勉強の日じゃないと思いますよ。で、ハンスって男の方が頭おかしくなっちゃうんですけど、頭おかしくなって、統合拒否になっちゃうんですね。という話なんですよ。で、そこに神学と哲学と数学、バーサスサイエンスですね。その、ナチュラルサイエンスイズとソーシャルサイエンスイズ。まあ、自然科学と社会科学が対立すると。まあ、その下に、さらにリベラルアーツとかヒューマニティズっていうのがあるということを説明します。まあ、僕はその全体像をそういうふうに分かれてるって知ったのは、評論家の副島貴彦先生っていう人が、決然たる政治哲学の道っていう本を書いてて、そこの中にすごい詳しくそのことが書いてあって、なんか PHP から出てますから、まあ、単行本でなんか最近3、4年前にもう一度再版されてましたけど、そこに詳しく書いてありましたね。なんで、日本人は神学がないんですね。セオロジーっていうのは。ないっていうか、まあ日本の柳田国男とか折口忍のやってた民族学が神学に近いんですけどね。そういうのはないんで、なんか抽象的な概念、まあ一神教じゃないっていうのもあるんですけどね、一神教じゃないと神学もないですからね。だからそのヨーロッパの神学的なセオロジーの抽象的な観念っていうのはですね、まあ、分かんないですね。で、分かるためにはやっぱ聖書を読んだ方がいいんですね。まあ岩波文庫から出てる創世記と出エジプト記と、まあ福音書、その3つぐらいは、まあ物語としては読めますんで、全然。それを一度、ざっと読んだ後で、哲学とか、カントとか、キルケゴールとか読むと、ああ、なるほどと。ああ、なんとなく分かってくるかなって
その順番を踏まないとおかしなことなんですね。日本のカントとかヘーゲルとかやってる哲学者の人ってなんかやっぱりよくわかんないと僕は思いますよ。なんかね、キリスト教を無視したままカントを語るとなんかすごいおかしな話になっていて、それに気づいてないで説明してる人がすごい結構いるんですね。カントを語ってる人で、まあそう、まあ僕はただ単にそういうものを見た時、おぞましいものを見てしまったっていう印象しかないんですけども、まあじゃあお前が全部説明してみろって言われちゃうんであんまりディスってもしょうがないですけど、まあいずれね、道徳刑事上学言論だけは30回ぐらい音声取ってるんで、まあ続きは取りたいんですけどね。抽象的な観念というのはよく緻密に語られてますけどね。まあ俺はハリスが今から150年前ぐらいに来て、いやこいつら全然いくら話しても抽象的な観念わかんねえなと思ったと。で今分かったかっていうと分かってない、大して変わってない状況はって僕は痛切に思う次第でありますけども、まあなんとかそこの部分の橋渡しが私の魅力でできれば、もうちょっと読書もすんなり、哲学書が面白いっていうのは分かるはずなんですけどね。日本語で読むから分かんないんじゃないんですよ。抽象的なことが書いてあるから自分で具体例に落とし込んで理解しなきゃいけない。その時やっぱり神とは何かとか、神と人間の契約とは何かとかですね、そういうこともまあ何度も、聖書を読みながら考えないとまあ分かんないってことですね。まあ文学作品も それがないと分かんないんですけどね。だから車輪の下もちゃんと読めてる人、なんで進学校に行こうとしたのかっていう動機が分かんないですね。普通の一般家庭の子が一番出世できるのは進学校に行くことなんですね。これね、ジュリアン・ソレル、赤と黒っていうスタンダールの小説ありますけど、あれもね、進学部に行く話なんです。進学部に行ったけど、途中で坊さんになるのやめて、なんか政治家になるみたいな、面白い小説なんですよ、すごい。恋愛小説としてもすごい面白い。ちょっと近々読書会で扱いたいと思ってるんですけど、話なんですね。で、フランス革命の音声、今撮ってるんですけど、まあ、シェイエスっていう有名な第三階級とは何かって本を書いた人も、この人ももともと、司祭なわけですね。頭が良かったんで、でも頭が良くても、家柄が良くなきゃ、大して出世できないんですね、身分社会だから。だから、あえて、僧侶になるわけですね。まあ、あと、タレーランっていう人いますけど、まあ、タレーランはもともと、すごい貴族の家の出なんですけど、まあ、なんかネグレクトされてたんですね。だから本人も足があんまり良くなくて、なんかもう、全然親なんか、すぐ乳母に渡して全く世話もしないって感じになっちゃって、でこの人もまあ貴族だったけど、まあ出世を目指してやっぱりその何ですか、教会関係者になってるんですね。それですごいことやってるんですよ。教会財産の没収、財政破綻したフランスで革命が起こってですね、教会の土地財産全部没収するっていう案をぶち上げてですね、没収しちゃうんですけどね。宗教法人の施設全部国有化してですね、僧侶をみんな公務員にするっていう政策を取ったんですね。恐るべき政策を断行してですね、やったりして、まあそういう人が活躍したと。だから一般庶民で出世する道は坊さんになることだっていうのがですね、フランスにあるんですね。でそれをそのスタンダールの赤と黒もやっぱりそうなんですね。日本人でいうとあんまりそのお坊さんになって出世するっていう、感じがよくわかんないですけど、まあ、お坊さんの世界はお坊さんの世界でドロドロはしてんでしょうけど、出世とか巡ってね。まあ、あんまりその世俗と関わってこないんで。だけど、ヨーロッパはとにかく車輪の下じゃないですけど、一般家庭、ブルジョア家庭に生まれて、出世するには、まあ、とにかく僧侶になると。僧侶になって官僚になるとかですね。まあ、あわよくば外交官になるとか。まあ、そこから道が開けていくと。なぜ開けていくかって言うと、やっぱ抽象的なことを考える能力があると、やっぱ
そういう問題処理能力が高いくなるってことですね。だから進学をバリバリやると、その後生きていく上で、まあ何ですか、忍耐強く物事に取り組めるっていうところあるんだと思いますよ。まあほとんど日本の大学には進学部がないですね。あるのはその佐藤勝さんの出た同志社大学進学部とか、あと上智大学ですね、進学部とかになっちゃいますけど、ヨーロッパの国立大学ですね、東大京大みたいなところには必ず進学部があるんですね。まあ、そういうのがね、やっぱ違うんですね。大学の自治だとか言うとですね、学問の自由だとか大学の自治だっていうのは宗教的な問題ですよね。進学を勉強させろっていう話だと見た方がいいですね。だから日本だとその進学部がないのに大学の自治だとか言ってると、何ですかね、全部リベラルな運動になっちゃうんですね。左翼しかいないですね。まあ、左翼が語る大学の自治っていうのはなんかおかしいな。なんかいびつな感じになるような気がしますけどね。本当は大学にいる坊さんみたいなね、進学部教授みたいな人が、大学の自治だって言って語ればいいと思うんですけどね。まあ、仏教系の大学とかあれば、そういうところの、僧侶兼大学教授みたいな人が、念仏唱えながらね、学問の自由語ればいいと思いますけどね。まあ、かといって、創価大学が学問の自由かっていうと、そうじゃないですね。あれ、世俗の宗教団体だから、出家してないですからね。出家してる、なんか、お坊さんがいる仏教系大学が学問の自由を語れば、大学の自主とか語れば、すごいインパクトありますけどね。地に足のついた話ですけど、それ以外のところで語ると、なんで結局助成金もらってるくせにみたいなね、学問の自由とか語るなよとかって、産学共同が当たり前じゃないかってなっちゃうんですね。だいぶ話ずれましたけど、もう以前に説明してあることは、そちらの音声をもし聞いていただければ、ありがたいなと。昔撮った音声が役に立つんで、そちら、まあ、車輪の下の読書会の冒頭部分ですね。よろしければ聞いてください。続きです。和親条約の条文が正確に翻訳されなかった点のあることから見ても、英語については安世紀頃まではほとんど読んだり話したりする人はいなかった。ロシア語、フランス語、ドイツ語になるとなおさらであった。ただ、英語についてはそれをよく読解できる人が一人いた。それは土佐、高知県、旗野郡中野浜の漁民出身の中浜万次郎であった。彼は15歳の時、出漁中漂流し、アメリカの捕鯨船に救助された。その後万次郎は、アメリカで教育を受け、またカリフォルニアのゴールドラッシュの際、再勤婦になったりしたが、嘉永5年、1852年、26歳の時、幸運にも琉球、鹿児島、長崎を経て故郷に帰った。ペリー来航の前年である。ついで、万次郎は土佐藩に出資し、翌年には幕臣に登用され、代官江川太郎左衛門の配下となっている。ところで、安政元年1854年、ペリー、最高の時、本来ならば長浜万次郎が通訳として最も適任だったわけであるが、その任に当てられなかった。それは徳川斉昭が江川太郎左衛門に宛てた手紙に、万次郎は長い間アメリカ人に育てられたからその恩義を感じ、アメリカのためにならないことはやらないかもしれない、アメリカが万次郎を仕込んだのも何か計略があってのことかもしれない、だから決して通訳に当ててはならないとあるように疑惑の目で見られていたからである。しかし英文の翻訳には彼の語学力が大いに役立ったということです。まあジョン万次郎有名ですけど、まあ小説とかにもなってるんですかね、ちょっと私読んでないんでわかんないですけど、15歳の時漂流してアメリカの捕鯨船に救助されてアメリカで教育を受けたんですね。で日本に戻ってきたと。まあ、この人、英語ができる唯一の人だったんですけど、
徳川斉昭、右翼の巨頭の徳川斉昭が、いやもうアメリカのスパイだろあいつはって言って、交渉の席にやっちゃいかんだろう、どっちの味方するかわからんだろうと、内側からドアをこじ開ける要因だろうと見たってことですね。この観点はもしかしたら賢明だったかもしれないですね。やっぱり徳川家自体がそれをやってんですね、おそらくね。まあ参勤交代制がありますね。人質に妻子を江戸に取って参勤交代させると。で、まあ子供たちは江戸で教育させてですね、江戸徳川家に忠誠を誓わせる教育機関を作ると。それで藩に戻せばまあ抵抗しねえだろっていう形でやってんですね。それはアメリカも、まあ、同じシステムですね。今のアメリカの留学制度っていうのも結局親米派の知識人を世界中から留学させて作り上げてね、属国に送り戻すシステム、参勤交代と変わんないですからね。最近お侍ちゃんという芸人がいるんですけどね、皆さん知ってますかね。アントニオ猪木が侍だったらみたいなコントやってるんですけどね。元気ですか、元気でござるかって言って、1、2、参勤交代、江戸って言ってやるギャグやるんですけどね。参勤交代っていう文字を見るたびに最近お侍ちゃんという人思い出したんですけど、それはともかくとも、とりあえず参勤交代システムとか留学システムっていうのはですね、まあ何ですか、帝国が取るその教育システムっていうのは必ず何ですか、まあスパイ養成学校みたいになるわけですね。さあスパイとまでは言わなくても、まあ協力者ですね。そういうのを作ると。でこのジョン万次郎っていうのは明らかにアメリカで頭洗脳されて帰ってきたんじゃないかと、もう疑いの目で見られてたと。だから翻訳だけやらせたけど、交渉の場にはちょっとおいちゃんまずいだろうと思われてたってことですね。まあ今もあるんだと思いますけどね。だって日本の官僚の人とかってアメリカにまあ留学するし、まあもちろんね、国際大学院大学とかなんか東京にありますよね。なんか元米軍施設改造して作ってあるとこ、ああいうとこになんか留学みたいなのするわけですね。研修受けに行ったりするわけですね。でそういうとこで学んだ人が出世すると、出世コースがあるわけですね。で、まあだからそういうのは何ですか、もう帝国の頂点までつながる出世ラインがもうそこここに敷かれてて、まあ大企業もそうですよね。電力会社とかになんか勤めてて海外に留学するとかですよ、まあ将来の幹部候補の人がアメリカに留学するとかですね、まあいろいろあるわけですね。で そこでなんか人脈、インナーサークルに入っていくわけですね、人脈に。でそこの人脈に入んなきゃもう出世の目は立たれてるんですね。でそれは自民党の代議士だってそうなわけですよ。まあ、皆さんも知ってると思いますけど、なんか CSIS とかね、そのジョージタウン大学のなんとか横にあるシンクタンクに、勉強しに行ったとかですね、そういうことあるとなんかちょっと、やっぱり将来の大臣候補、総理大臣候補小泉進次郎みたいな感じになっていくってことですね。そういうシステムが、やっぱ曲がりなりにも、全てが全てじゃないけど、そこの部分のでインナーサークルがあって、閣僚ポストなりね、企業の役員、取締役のポストなり、配分されてんだと思うんですね。どのぐらいの割合なんだかわかんないですけど。で、そういうところに載ってない人はそれ以外のポストを探していくしかないってことですね。まあ、大学教授でもそうですね。そうなってる、そうですよ。それは別に、今、最近できた話じゃなくても、江戸幕府が参勤交代やってたシステム自体がそうだってことですね。ということですね。だから自然発生的にできるんだが、まあ、そういう教育システム、
教育システムってのはインナーサークルと密接に結びついてるってことですね。いうことだと思いますけどもね。まあ、そういうふうに見ると参勤交代ってすごいシステムですよね。で、続きです。ともかくハリスが日本の翻訳者をして日本語の訳を読ませ、かつオランダ語に公約させてヒュースケン君に聞かせ、ヒュースケン君が英文からオランダ語に訳したものを待ちながらそれと対処した。これは莫大な骨折りであったと示しているように、オランダ通じを介しての外交交渉はお互いにもどかしいものであったに違いない。どうです。まあ、ヒュースケンですね。ハリスのその秘書のヒュースケンは、オランダ語も英語もできたんで、オランダ通じが、オランダ語でヒュースケンに語って聞かせたことを、英語にヒュースケンが翻訳して、で、それで理解すると。で、すごい、手間がかかったってことですね。いうことです。今日は、ここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。